配信の不手際があり、配信の時間が遅くなり、繰り返しになり申し訳ありませんでした。本日の聖書の箇所は、ペテロの手紙1、第2章7節8節になります。全地よ、主に向かって喜びの叫びをあげよ。喜びは主に仕え、喜びを歌って御前に進み出よ。至聖主こそ神であると。主は私たちを作られた。私たちは諸国のそのために、主に養われる羊の群れ。感謝の歌を歌って主の門に進み、賛美の歌を歌って主の庭に入る。感謝を捧げ、皆を称える。主は恵み深く慈しみはとこしえに、主の真実は世々に及ぶ。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、主の日の礼拝をあなたが御霊を持って備えていてくださることを感謝します。コロナウイルス蔓延を防ぐために、今ここに集うことを諦めています。しかしあなたの御霊の働きによって、どこにあってもあなたの恵みに預かることができると信じます。あなたが御言葉を届けてください。あなたが主が共にいてくださる恵みを私共に教えてくださいますように。そしてそれぞれの場にあって、あなたが与えてくださる恵みを味わい直すことができますように。恵みを味わい直すときに、私もはその恵みを軽んじてしまい、あなたから離れそうになる自分の罪をも心に刻みます。あなたの御前に自らの罪を言い表しながら、あなたの許しの恵みに預かるものとしてください。今自分自身が体調を崩して戦っているものをあなたが支えてください。また病を克服するためにロークしている医療に従事する者、その周囲で働く者、一人一人をあなたが支えてください。またこの国の政治の責任を負っている人々に、あなたが助けの力を与えてください。経済的にも仕事においても、この状況の中で揺り動かされ、立っていくことができないと思いているのも、あなたが近くいて励ましてください。教会もまた今回のことで困難に直面しています。どうかあなたが主にあってこの困難を教会が乗り越え、いよいよあなたの御霊の群れとして前に進んでいくことができるようにしてください。あなたの御霊の導きを信じ委ね、主イエスキリストの名によってお祈りいたします。アーメン。聖書の朗読をいたします。本日は新約聖書ペテロの手紙1第2章7節8節をお読みいたします。新共同訳聖書で430ページになります。したがってこの石は信じているあなた方には格外のないものですが、信じない者たちにとっては家を建てる者の捨てた石、これが
罪の親石となったのである。またつまずきの石、妨げの岩なのです。彼らは御言葉を信じないのでつまずくのですが、実はそうなるように以前から定められているのです。私もはこの礼拝でペテロの手紙一部礼拝の言葉として少しずつ少しずつ読んでいます。さまざまな困難に直面しながら教会としての歩みを進めていた当時の教会に向けて一人の伝道者が書き送った手紙の言葉を、その言葉を通して神様が語りかけてくださると信じながら聞き耳を傾けているのです。今日ご一緒に読みました2章の7節から、従ってこの石は信じているあなた方にはかけがえのないものですが、信じない者たちにとっては家を建てる者の捨てた石、これが罪の名石となったのだ。そう語りかけられています。教会につながっていた人たちにとっては、主イエスキリストが十字架についてくださり復活された、その恵みを告げ知らせる御言葉が、またその主ご自身が自分たちの生きる死ぬ時、生きる時も死ぬ時も土台となるような、そのような恵みの言葉でありました。しかしその恵みの言葉を信じるものもあれば信じないものもある。どうしてなのだろうかという思いを与えられるのです。自分たちが主イエスキリストの御言葉を信じるものとされた、私もそうですけれども、それは何か私もが特別に良い点を持っているからでもなければ、特別に悪いものであるからというものでもないように思われるのです。人間的に言えばさまざまなきっかけや導きがありました。私自身のことで言うならば、牧師の子供として生まれ、それこそ小さな頃から教会の人々によって育てられ、教会学校の先生や同年代の仲間たちを含めて多くの良い出会いを与えられて、信じるものとされていきました。しかし自分自身のことを振り返って、自分が特別何か真理を求めていたわけでもなければ、特別周りの人と比べて良心が敏感であったなどということでもないことを思います。むしろ考えれば考えるほど平凡で何も特別なところがないようなものです。自分自身のこととして落ち込むこと、コンプレックス、あるいはいろんな自分の問題点に対して嫌だと思うこと、そのようなことはたくさんありましたが、しかしそれについても自分だけとは思っていなかったところがあります。当時の教会の人々はもしかすると同じように、どうして自分は主イエスキリストの十字架と復活を信じる恵みを与えられたんだろうか、自分の中を見てもよくわからない、これはただ神様の恵みだ、そう思うことがあったに違いありません。しかし同時に
辛い経験をするということがあります。その時にはなんで自分は信じるものになっちゃったんだろうか、そう思うこともあったかもしれません。特にこの手紙を受け取った教会の人々は信仰のゆえに迫害を受けています。どうして自分は御言葉と出会ってしまって、どうして自分はその御言葉を信じるようになっちゃったんだろう。そう思うこともあったに違いないんです。恵みとしても、あるいはどうしてなんだろうと問うことによっても、自分が主イエスキリストを信じ、その御言葉を信じるようになったことはなぜなのかという思いを味わったのに違いありません。それは逆の面から言うと、自分たちに向かって拳を振り上げ迫害をしてくる人々がいました。その人たちを見ながら、どうしてこの人たちは私たちが福音を信じているということに迫害をしてくるのか、どうしてこの人たちは恵みに満ちた主イエスキリストの十字架と復活の御言葉を信じてくれないんだろうか、そのように思うこともあったのです。この手紙を書き送った伝道者は八節でこう言います。またつまずきの石、妨げの石なのです。彼らは御言葉を信じないのでつまずくのですが、実はそうなるように以前から定められているのです。そういうのです。誰が御言葉を信じ、誰が御言葉につまずくのか、それは神様がお定めくださっていること。今私どもが主イエスにその御言葉を信じて、その主により頼んで、主の上に自分の命を立てていくことが許されて、そのように導かれたのは、私の中に何か特別優れた点があるからでもなければ、特別罪人であるからでもない。ただ神様が私たちを信じるものにしてくださった、だから信じるものになったんです。だから今主イエスキリストという土台の上に私たちが立て上げられているのは、私たちがその土台の石を私の土台にしようとただ選んで、その上に自分の歩みを立てているということではないんです。まず神様がこの土台と私どもを結びつけてくださったんです。そして私どもを信じるものにしてくださったんです。そしてそれに対して、どうしてこの人たちは御言葉を信じないで、信じるものを迫害ばかりするんだろうか、この人たちの問題だということも言えるかもしれませんが、まず御言葉は、聖書は、今その人たちは信じるものとされていない、信じないようにと定められているというんです。私どもは今の時代も御言葉を信じないで御言葉につまずくばかりの人たちに取り囲まれています。なんで主イエスキリストなんて信じられるの、十字架復活、2000年前に生きた人の死ということがどうしてあなたの罪の許しになるのか、そんなことを信じているなんてわけがわからない、そのように言う人々に取り囲まれています。この御言葉によって言うならば、その
御言葉につまずくように定められている。しかしだからこそ私どもは今御言葉を信じないでつまずくことしかできないでいる私たちの周りの人が神様の定めの中で心を開かれて御言葉に耳を傾け、御言葉を信じ、主イエスキリストという生きた言葉を土台として生き始める。今はつまずいている人たちが、今は信じられない人たちがそのように導かれるようにと祈り願いながら、この主イエスキリストという御言葉を響かせ続けていくんです。私自身がどうして私が信じるものとされたのか、その恵みがよくわからない。でもこれは神様が与えてくださった恵みだ。そのように今振り返って言い表すことができるように、そしてこの主のものとされた時に担う苦しみも一人で担うんじゃなくて、私を選び誠の要し土台となっている主イエスキリストと結びつけてくださった神様によってこの重荷を担うことができる。土台である主イエスキリストと共にこの重荷を担うことができる。そのようにされているのだと感謝を持って味わうことができるように、今つまずいている人たちも自分もまた信じるものとされた。それは教会が重荷を負いながら主イエスキリストの福音の言葉を響かせ続けてくれたからだ。そのように受け止めてくださる時が来ることを信じて主の福音を響かせ続けるのです。教会が福音の言葉を響かせるところに、この私たちの命の土台である主イエスキリストが共にいてくださいます。主の上に神の民としての歩みを共に立て、そこにみんなのことを招き入れ、神の民の歩みを御心にかなうものとして続けていきたいと願います。それが私も選び、私もに恵みを与えてくださった神様の御心であると信じます。お祈りをいたします。父なる神様、私たちに何かあるのではなく、ただあなたが私たちを選んでくださり、御言葉を信じる者としてくださったことを感謝します。どうか今みんなを招くために主の言葉を響かせていくことができますように、神の民としての教会の歩みを主が共にいて支え、また導いてください。このために連なる一人一人をあなたがあなたの御霊を持って満たしてくださいますように、このお祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。ご一緒に主の祈りを祈ります。天にいまします、我らの父よ、願わくは御名をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを御好みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。主があなた方を祝福し、あなた方を守られるように、主が御顔を向けてあなた方を照らし
し、あなた方に恵みを与えられるように、主が御顔をあなた方に向けて、あなた方に平安を賜るように、主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共に